JR 東海レールセンターからレールを搭載したチキを引き出すモーターカー西浜松駅は、静岡県浜松市中区森田町にある日本貨物鉄道の貨物駅である。東海道本線浜松駅高塚駅間にある。浜松駅の貨物業務の慢性的繁忙の解消と、東海道線高架化を促進する狙いで建設、開業した。なお浜松市は、本駅設置にあたり官地として、浜松駅前の土地を取得し、アクトシティ浜松を建設した。上下本線を挟んで南北に側線群があり、東西に駅が広がっている。構内中央付近を東西に分断するように、東海道新幹線が高架線で横断している。着発線は西側にあり、下り線、上り線ともに3本ずつある。下り線は本線南側に、上り線は本線北側に並走する。このほか数本の側線、仕分線が、上下着発線から分岐する。下り線側からは、コンテナホームやセメントターミナル浜松営業所へ続く側線が分岐している。セメントターミナルのセメント2薬線は2本あるが、2007年3月より使用されていない。コンテナホームは、東海道新幹線の高架下を抜けた場所にあり、ホームが5面、コンテナ2薬線が7本ある。ホームの長さはおよそ200メートル。かつて、セメントターミナル以東の新幹線南側にも線路があり車運車用自動車輸送基地が設置されていた。現在は、パチンコ ABC、森田町店がある位置。途中浜松倉庫の西浜松倉庫への引き込み線も存在した。上り線側からは、東海旅客鉄道浜松レールセンターへ続く、側線が分岐する。その側線から、日本タバコ産業浜松工場へ続く専用線が分岐していた。着発線から本線に沿い東進し、東海道新幹線の高架線下を抜けた先は浜松運輸区となり、ここから JR 東海浜松工場へ続く、引っ込め線が分岐していた。なお、上り着発線からはコンテナホームへ直接進入することができないが、高塚駅と上り着発線を結ぶ単線の路線から、地下通路線が分岐しており、それを通ると、ホーム付近へ出ることができる。駅舎は、ホーム南側を通過する東海道新幹線の高架下にある。以下は2014年3月15日改正時点のものである。ありがとうございます。